辞書を読む会 with ホッタリュウイチ先生。イエーイ。はい。すごい。こんな贅沢なことあります？そうなんです。えー、先日ですね。辞書を読む会として、うん、えっとジーニアス英和辞典を、うん、てかプロモーションする会でしたっけねあれは。うん、そうですね。 大衆館書店様から案件をいただきましたね。はいということなんですけれども、今回ですね、なんと広告関係となっておりません、おりませんね自主的にジニアス辞典を読もううとといこお世話になってる大衆館さんにこびるという、そういう姿勢でやっていきたいと。皆さん、それ言っちゃだめなんですよ、黙ってやるから、大衆館さんの皆様、ご覧ですか、今、こびております、今露骨に。 それはねこっそりやらないとダメなんだ全部出しちゃったダメなんだちょっとね嫌な感じになりますけどねこの「ジーニアス」あの時も読んだと思うんですがなんとですねあの時に話していなかった情報としてこの「ジーニアス」の中のコラム堀田先生が書かれてたんですねそうっすねそうかそうなんですよそしてあとその流れで言うと堀田先生の YouTube のチャンネルですね堀田先生と井上先生のチャンネルでもんか「ジーニアス」扱う回やられてましたよねや ってますね。はい、はい。あの英語詩 Q&A というコラムで、はい、そんなにたくさんあるわけではないんですが、はい。えっとたまたまですね開いて英語詩コラムっていうところがあったらですね皆さん読んでいただければ。そこだけじゃないですけどね。はい。あの前回僕も何かに食いついた記憶があるんですよ。はい。えっとなんだっけアームじゃなかったっけ。っあ、そうですね。アームの語源の話、はい。腕は装備されたもの、はい、武器。 一緒でであるっていう話す腕は装備しないですけどねっていうクソリップを肩にはめるみたいなねそうなんですよねんかそれだから面白いなと思ったんで堀田先生が横にいらっしゃる状態でそれを読めるっていうのはすごい贅沢だなと思ってめちゃめちゃありがたいです今日は。ということで前回同様ですね我々は今から気になったところとか面白いなと思ったところがあれば。 突然喋り出すので、うん、まあリスナーさんの視聴体験としてはずっと喋ってると思うんですけれどもうん、うん、僕ら気ままに辞書読んで,で、ね、面白いなと思ったところを話していきたいと思います、はい、我々三冊今回用意しましたんでうん、うん、早速ジュニアスエア典読んでいきましょうすごいな三冊同じ辞書一斉にみんな持ってることあんまないから <laughs> 面白いなこれそうですね大衆館の皆さん見てますか <laughs> 違うか。ちゃんと三冊手に入れてますよ <laughs> 買ってますよちゃんと恩恵 <laughs> せがましいよ <laughs> じゃあね読みましょうか読んでいきましょう これ明日から使えそうな単語見つけましたよ。はい。アウトドローアウトドローアウトドア。はい。うん、これ意味、相手よりも早くピストルを抜く。<laughs> ああ、もう日常的にね、使ってますからね。<laughs> 我々ね。<laughs> やっぱ日本って言えば、自由社会ですから。やっぱり。<laughs> どっちが早く抜くかを常に戦ってるみたいなとこありますから。ガンマンとか用の単語なんですかね。でしょうね。そして、これを。ジーニアスって。 とはいえその小型辞典に含まれるんですかね。だからあんまり現代語で使われない語って載ってなさそうな気がしてましたけど、こんな語も載ってるんだっていう驚きがありましたね。そういえばアンマミードって載ってんのかな。載ってないよ。載ってないよで。まだ見当にされていない載ってないんですかね。アンマミードみたいな単語見つけましたよ。お、はいはい。アンプロウド。なに、なんて？アンプロウド。プロウド。プロウド。P L O W E D です。ははは。 土地が好きで耕されていないですね。そういう意味。そんな単語あるんだ。使う機会なさそうだな。これまた。あでもね、二番の意味でアメリカで除雪されていない。除雪あ雪？雪雪。ああ、喩に使うセンサー。だからそうだね。好きで耕されていないという単語がね、応用してるんだ。使いそうな。そうですね。除雪されていないの方がまだ言うかな。あこのアンゾーン意外と面白いぞ。へー。うん。 アンプ,プランベットっていうのがそのすぐ下に載ってて、はい、促進されていない深さを測られていない <laughs> <laughs> へえあそんな語もあるんだ面白いプラムドですかねアンプラムドアンプラムド,ンラムドへえ促進されていないとか十分に調査されていないっていう意味らしいですね、うん、なんか多分さこれ俺通読したことないから分かんないけど、うん、おもろい語が載ってるゾーン載ってないゾーンあるんだろうなあるんでしょうねあるんでしょうね アンゾーンいいよ。<あ>めちゃめちゃあるよ、アンゾーン。アンプリンシプルでもあるよ。アンプリンシプル。うん、アンプリンシプルは分かりますけど。そう、だからそれを否定観念、否定で道徳観念がない、無切操な、ハレンチなって書いてあります。<laughs> すごいな、罵倒の力が。<laughs> 確かに。<laughs> あ、あとね、アンプロテクティって。うん、守られてない、保護されてないってことでしょう、まあ、?1 番は保護されていない。はい、なんだけど、2番が保護装置がついていない。 っていう意味でまだ機械などに使うってことだよね。はい。で三番がセックスがコンドームなしのと書いてあります。これははい。理解できますよね。あいう意味言います？あじゃなくて理解できるアンプロテクティンって文脈が文脈であればこれわかる。まあ確かにそうかそういう話をしてるときにアンプロテクティブだったんだよねって言ったらなるほどって知らなくてもわかりそうですね。アン面白いですよね。えっと一つアンサドル。 人を落馬させる。<laughs> 面白い <laughs>。これ、多分。めちゃめちゃ面白い、それ、えー。ええ、蔵を外すとか。多分、自転車なんかにも応用できると思うんですよね。うん,う,んうん、うん,うん、うできそう。 アンサドルいいですねあサドルってもともとその馬に乗ってる時の器具かなんかの名前だったのもともとそうですよねあそうなんですかへえ人を楽馬させるめちゃくちゃいいな古さん今度アンサドルさせてもらえませんか <laughs> いやダメですどうにか絶対アンサドルしないでください <laughs> 一遍だけでも人生で使ってみたいんだけど絶対嫌ですその理屈で言ったら多分だけど俺仮説ですけど「円丸丸もなんか面白そうな気がするなあ面白いかもねイネイボーみたいな動詞化する、うん、部分だと思いますけど ちょっとそこ掘ってみますね僕この単語ちょっと面白いですよ。はいはい、バーミン。<ブ>バーミン,ン V-E-R-M-I-N、はいえー、一番の意味は集合的に作物や家畜などに害を与える害獣。うん、キツネやイタチやモグラなどということなんですけど、はは3個目の意味がよくて社会の害虫、有害な人、人間のクズ。<laughs> 厳しいで、ね、<laughs> 辞書役<を>語がいいです、ね、すごいですね。この畳みかけてくる感じがいいですよね。五三 <laughs> 個並ぶことあんまないですよ。社会の害虫有害な人、人間のクズ。<laughs> あのね文脈に応じて訳語決めますからね。<laughs> ねやっぱね三つぐらい候補があるとありがたいですよね。うん、いねえねえ。<で>これ辞書読んで思い出した語源でいつも納得いかなかったやつが出てきたんでちょっと喋るんですけど。はいはい、あの啓蒙するって意味のこの enlighten であるじゃないですか。はいはい、あれなんで E の2個ついてるんだろうって思った。ありません。ライトンで2回言ってるんだ。ライトでもエンライトでもよくねって思ったことあるんですけど、これってなんか分かっているんですか。これどっちが最初ですかね。えっ、ー、と確かすべてのバリエーションあるんじゃなかったからね。エンライトもあるし、ライトンもあるし、へ<ー>エンライトンもあ,あもうあるんだだからもあるあ。そうなんだ。違う意味で,で,ですけど、ちょっと順番は忘れたんですけど。 そそもそもがが作りが違うんですよ、ね、あの窃盗<え>字の円と設備、はい、字の円両方ともこうあるいは片一方つけると動詞になるっていうことが多いと思うんですけど、うんはい、純粋に動詞語尾動詞を作る語尾っていうのは後ろにつくものは間違いないんですよ。threaten 脅かすとかそうですね、えー、ス,トストレングス t ストレングスとかこれはあの英語本来的要素なんですねゲルマン語の前につく方は ラテン語フランス語要素でもと<ー>あのインなんでしょう。あのまあ全然<ー>なんですけれどもこ<ー>れがちょっとフランス語なまりでイエヌになったりするんですけどイン、はい、だと何々の中にっていう感じで動きが出るじゃないですか。なので結果的に動詞になることが多いんですけれどもうん、うん、あのその円自体が動詞化するというこう専門の ではないんですよなるほど、いろんな機能があるうちの一つに動詞化の機能もあったということですかね。たまたま EN で同じなんですけど、お尻につく方は本来の英語ということで語源も全く違うし、あ、語源違うそうか、そうか、まあそうですね。頭につく方はフランス語ということで語源は全く違うので、分けて考えた方が良いということと、二つ合わさっちゃうものもいくつか、やっぱりあるんですよエンライン以外にもあるってことですね。どっちか一歩だけっていうのももちろん多い。 じゃあ問いが間違ってたんだ。えー、<の>そう、だから、そう、僕も全く同じものがなんか前についたり後ろについたりしてるんだろうっていう認識だったから、うん、なんで2個つけるんやってなったけど。うん、そうか、全然違うもんなんだ。全然違うんですよね。期限も違うし役割も違うっていうところが、えー、まあ。 あの結果としてねえと動詞を作るものに確かにどっちもよく合流したパターンですねもうもう分かりました完全にそんな感じなんですよね堀本さん今感じたんですけど堀田先生近くにいるとにこれ読むとちょっとした疑問がすぐ解決してめっちゃ嬉しいめちゃくちゃ便利ですね便利って言う人のことホッタ先生一家に一台だなホッタ先生の広告案件じゃないですかお買い求めください皆さん買えない 今「K」を読んでるんですけど「K」って意外と少ないですよねこう爪見るとそんなに言うほどないなっていうところで「K」から始まる。でこの中の割と多いのが日本語からのものかなり多いなっていうのは改めて気づいたんですけど最初歌舞伎なんかもそうですよね。から えっと、ページめくると、立て続けに、まあ、キャラオーケーがありますよね。<た>からカラ,キャラーテイもありますし、はあ、かカローシーとも立て続けに、カローシーもてんだカローシーのってますね。<ー>漢字とかカタカーナーもあるし、この辺も日本語勢で占められてるんじゃないかぐらいの。<ー>ちょっとこれ、基礎的な質問ですが、K から始まる語っていうのは、ゲルマン語とかになかったわけじゃないんですかかも,も,ともとなかったんですか いやあるんですねあるんですけれども「はいはい、キング」とかあ<ー>例えば「はははまあ、キープ」とかもそうなんですけど大体いい C で書いちゃってることも多かったんですよね。で C か K かで揺れるというような時代があったりしたんですけど、うん、割と C の方に取られちゃってることもあり、ね、なるほどだから少なく見えてるのか。少なく見えてるだけです、ね、だからク、はい、の音,音で発音で始まるものはかなり多いんですよ。うんうん Q もそうですしあそうか Q もあるわ家業音が C と K と Q で割れちゃってるそうですねなんなら CH の時もありますもんね CH もあクロニクルとかそうですね割れちゃってるので一つ一つの取り分 K がまあ一番伝統的といえば伝統的なんですけど意外と目減りしてるなってそうふうね。考えたことなかったな辞書通読したアモンシェイさん OED を通読したアモンシェイさんが Z はやっぱとにかく少ないから Z だけでも読むとめちゃくちゃその Z の部分は全部読んだぜって言えるよみたいなことを本で書いてたんですけど K もその意味では K 全部読んだよだけでもそんな大した量じゃないですねこれだったら。<うん S 2> あと今堀田先生があの日本語由来の言葉が多いって言われたからああ俺もこの流れでなんか一個出したいと思ってバーって見たら。はい カッパっていうのがあって。で、すげーカッパだと思ったんですけど、あの読んだらギリシャアルファベットのカッパでした。堀本さん。堀本さん。惜しかったな。日本語かなって思ったんですけどね。確かにカッパありますもん。ねカッパ惜しかったな。とか神風とかも乗っちゃってるんですね。あ、そうなんだ。神風特攻隊員のようなとか。へえ、あ、でも形容詞になってんの。名詞にも、名詞としても形容詞としても使えるみたいです。あ、本当だ。漢字とかもあるわ。ね。 ね、日本語は絶対に家業音は K で取られますよね他ないと思うんですよねあか C からつづる C とか Q はやっぱりないのでなんでなんだろう別にそうつづってもいいわけですもんねでもあれか。日本語のローマ字表記っていうこともあっ、ね、まさ、あ、かそうかなるほど<ー>うん C でんつづるとあとどっちで読んでいいのかわからないっていう問題もあるんですかね K でつづったらもうさすがに「か」か聞くけど確かに「キャ」うん、キャになっちゃったら困るもんねキャってある いやだから K、A、だったらはっきり「か」になるからそれはあんまりよしないよねそうだよねだから明らかに特定できるからっていうのもあるのかもしれないですねあと K の方最初の方にめちゃめちゃいい単語載ってますよカフカエスキューっていうものかなカフカ,カフカっぽいってことそう、うん、カフカ的な不条理、うん、絶望的なということですね<ー>しばしば複雑で無意味な規則やシステムについて言う。 いいですねそれ似た単語で僕ルーベネスクっていう単語一回収集したことがあってーそルーベンスの絵画のように肉付きの良くて美しい女性なみたいな形容詞だったんですけどいい、うん、なんかさあの肉付きが良い女性のことをさそうやってなんか肯定的にドンピシャで一言で言う単語ってなんか日本語に僕が知る限りはないんですけど、ね、ルーベネスクだとなんかそのルーベンスの絵画に例えつつ褒めるみたいな、うん、なんか日本語にない。 5だなと思ってメルーベネスク、うん、ルーベネスクルーベネスク覚えときたいですか、うん、カフなんだっけカフケスク <laughs> カフケスクと一緒に覚えときたいですね人物プラス何とかエスクみたいな語尾があるってことですかねうんそういう場合ってルーベネスクはここには載ってなかったですかね<あ>残念そうですかなるほどあすごい改善も載ってるわ日本語めっちゃ載ってる改善,改善 トトヨヨタタとかです、ね、トヨタですすね、うん、へえカラオケの語尺に「カラオケナイト」っていう使い方が載ってて <laughs> へえ<ー>パブなどでカラオケのできる特定の曜日の夜 <laughs> あそんなのあんだ何<ー>かビジネスモデルが違うんですねそうだねうまあ大体わかるけどなカラオケナイト辞書に載せなくても <laughs> そうですねいやー僕辞書を読む習慣がやっぱないからはいあこんなとこまでカバーするんだっていう感動があってさうん、うん、例えば「キープ」はい キープもう、あのー、めちゃめちゃ基本的な語彙だからとんでもない量意味が書いてあるんだけど、はい、その中の後ろの方に、うん。 アメフトでクォーターバックがパスすると見せかけてボールを保持する。<laughs> <laughs> すごいカバー範囲じゃないこれ。細かく分けてますね。<laughs> 専門用語ですね。完全。そうですよね。これ偉いな。よくこんなもんカバーしようと思いましたね。でもね、なんだかんだそうやって、こうキープがここでいうキープの意味がわからないなって,言って引く人いると思いますからね。うん、そうだ。そういう時に、乗ってる乗ってないって全然違いますよね。だから無理だろうなと思いながら、アメフト見て引いたら、乗ってるってなるんでしょうね <laughs>。<laughs> <うん S 1> そうそうそう。あの、だからちょっと英和時代の中での位置づけはわからないですけど。 うん、日本語の時点でも束ねるタイプと、うん、とにかく長いっぱい細かく分けて記述するタイプがあって例えば新明会とかは割と束ねてる方なんですけど<ー>、えー、どこだった新かどっけなら正確な名前出せればいいんですけどそうだからあの以前堀本さんには「うん、かける」っていう動詞の意味をうん、うん これっていう動し詞でしょうっていうクイズを過去にやったことがあるんですけどあの身長その該当の辞書で言うともう30とか意味を分割していましたねうん、うんうん、やっぱ設計思想がありますよね辞書にも、ね、辞書にありますね、うん、ありますあります僕,僕この「ゆるゲン・ゴラジオ始める前は辞書の大体全部一緒だろうって思ってたんですけど、うん、どうも全然違うなっていうのを最近気づいて、うんうん、そうですよ これ単語を並べる順番だってもうそこからすでに始まってますからねそうだねちゃんとあとやっぱ審判新しい改訂した第6版なだけあって例えばクリプトカーレンシー暗号資産ですねはいはいはいとかもちゃんと拾ったりしててこういうところもやっぱ偉いですよねそうだねコロナ絡みも拾ってるんですよねあそうなのでこの23年でもう緊急に入れたんじゃないですかねはいはいはい コロナ絡みの単語って例えばなんですけど僕1個収集したやつがあって「はいはい、あの、うん、ズームボミングっていう単語があってズームボミングはいご,ご存知ですか嵐ですかあうそうですおっしゃる通おりですね、はい、あのーズーム会議なので招かれてない人が乱入して迷惑行為を行うことを指す単語です <laughs> <laughs> 面白いなそれいいなそれね ズームとかあんのかね、Z、のところは少ないからちょっと見てみましょうか,、うん、かジャルジャルの単語でズームあジャルジャルのコントでズームボミングしてるコントあったよねありますね入ってきちゃう、ね、わけわかんないやつ入ってきちゃう,っう <laughs> あったあったわあ, <laughs> あれズームボミングじゃんズームボミングですねジャルジャルってやっぱあの単語一つで表せるコントしてるんですねそうだねううズームはあないかなズーム入ってませんねさすがにってないですねはい商標扱いっていう感じですかね 今まで生きてるか怪しいですよね、うん、その語がズームボーミングとかもやっぱそのズームみたいなレベルの語を披露の日本語だったらやっぱデジタル大事線とかあの賛成の信号に強いようなところとかじゃないとやっぱ拾わないだろうから、うんうん、保守的な字だったらまず拾わないでしょうねこれちょっと面白いわはいはいマカルーン違う R だマカルーンはい なんだかかわります？えっと MAKARON とかえっと MACARON ですね CARONROON 聞いたことないですねマカロニ違うマカロニは違うつづりだもっと近いものあるでしょマカロンマカロンマカロンじゃないんですよああじゃないえっとねマカロンのつづりは MACARON ああだから OON じゃないそう今 o 一個多いやつ変わってこれね マコロンっていうアーモンドかココナッツを入れて焼いたクッキーのことっていうこれよく似たよく似た別の焼き菓子があるんですよマカロンとマコロン <laughs> <ほ>ややこしいねこれでちゃんと辞書にもマカロンとは異なるって書いてありますよはいはいはいそのさ同じ近い発音なのにすげえ似てるやつって結構僕集めてて例えばのシリコンとシリコーンとかも違うじゃないですか <laughs> えシリコンとシリコーンって違う違いますよシリコンは ケイソのことなんだけど、うん、シリコーンはそのケイソを元に作り出された人工の化合物なんだシリコンはシリコンを元にした化合物だからこれ区別し,、うん、しなきゃいけなくて<ー>そこ区別されてたんだからこれそう俺もね知らなくてなんかねツイッターでシリコンで作った何々何みたいな商品があったときに、うんうん ちゃんと区別できて,て偉いいみたいなこ写真で投稿してる人がいてどういうことだろうと思って調べたらあシリコンとシリコーン違うんだって思ったことがありましたしあともう一個いいですか僕あのネプタ祭り 青森のねとねぶた祭り表記売れだと思ってたんですよあそれ違うんだっけこれね違うんですあとかどっかで聞いて衝撃受けた記憶あるわそう俺あのんかねそれこそ本業で記事作った時にねぶたって多分ねぶただと思ってたから「ねぶた」って書いたら「ねぶたでは?」みたいなことを厚生さんに指摘をもらって「えな何これ表記売れだろがってそうそうそう見たら「あ違うと危ねえ」ってなってことあったんであるねそういう時でありますよね さんもご存知の言語学の用語で「テンス」ってあるじゃないですかはいはいんか過去形みたいなやつだよね「実践そうですね時勢を指す言葉なんですけど一方でこれ辞書でも「テンス1」と「テンス2」って分かれててその時勢を意味するのは「テンス2」だと「テンス1」普通の「テンス」ってまあ「緊張した」みたいな意味「テンション」とかと同じ語源なのでっていう意味で「緊張した」とさ「時勢同じ語にしてんのやばくね」って言われたらそうかもしれない確かに。 この緊張したと時勢の意味を兼ねているんですか。語源はやっぱり全く異なるんですよね。あ、全く違うんだ。全く<ー>異なるんですよね。出た合流したパターンか。一が,が緊張の方ですかね。はい。これはあの引っ張るとか伸ばすという語根から来ていて、でまあ緊張ですよね、はいうん。引っ張るからだと点とあのね。 テント張るのテントとかテンンショとか傾向があるのテントとかそう意図するのインテンドとかが多分堀本さんにも教えたと思いますけどももう一つの時制の方はテンポラリーとかテンプこれまさに時間なんですよね。完全が解かっているので現在のみたいなやつ合わさっちゃったるということですよね。 すごいね。すっきりすっきりしたすげえ一瞬で解決するのすごいすごいです疑問に思ったら一回 <laughs> 確かにに聞いてみます <laughs> 聞いてみますすごいボイスもまずくないかってずっと思っていて<え>タイを表す堀本さん知らない用語出てきちゃったんですけど声ですかあ声のボイスじゃなくて言語学で言うボイスっていうのは、うん、タイ受動態とか能動態のタイを表す形式のことボイスってうんですけど、うん、これなんでボイスなんですか これもですね、いろいろとあの文法用語って大体よくわからないものが多いんですよ。よくわからない。わからないで、例えばですね、ボイス自体も今単位、タイはい、受動単位、能動単の単位なんですけど、格とか他のまあ区別であるじゃないですか。文法には単位<格>みたいな格,格、ね、格助詞とかの格みたいのもあるし、はいうん、数、単数、複数とか、あるいはジェンダー。 男性名詞とか女性名詞とかああいういくつかこうカテゴリーって文法あるじゃないですか、はい、特にこの西洋語の問題では、うんはい、でそれにまあいろんな名前が付いてるんですけど、はい、今だと「角」は「ケース」ですかで「す、ま、ね、あ、時制はさっきの「テンス」ということとか、えー、あとなんです「ジェンダー」「ジェンダー」っていうのは「性」とか、はい、でこれ大体ですねこの「ジェンダー」とか「ケース」とかって全て種類ぐらいの意味なんですよ。 種類タイプとかカインドぐらいですよねあつまりまあ分けたいことがあるんで時制では現在過去とか<ー>でタイだと受動体脳動体って分けたいこういろいろなのあるんで、うん、同じ用語を使いたくないんでまあカインドとかクラスとかタイプとか<ー>それぐらいのまあ意味の希薄な<ー>、えー、単語ってのをいっぱい用意しておいてそれぞれに割り振るっていうぐらいのイメージなんですよ<ー><ー>なののででかつてはですねそのボイスも えー、タイだけではなく他のものも表していたしふんふんでジェンダーも別のものを表していたりっていうり入り乱れていたんですよ。著者によってとか文法の書き手によって近代ぐらいまで,でそれがですね、まあ、およそおこの受動濃度にはじゃあボイス使おうかみたいに、まあ、緩やかにまとまってきたということで全体の規則なんですよ。数<ー>っていうのもは発言っていうことなので濃度 <laughs> 的に発言するか 自動的に発言なるほどそれを真に受けて日本人は「タイ」というよく分からないはははははこれも「タイ」もよく分からないじゃないですかはい態度の「はい、タイ」なんでまあ何でも潰しが効く、まあ,あ確かに受動体の「タイ」ってその字あんまりなんか意味なさそうというか、えー、そうなんです大体、ね、いろんなもの表せそうですよね大体そんな感じでできていることが多いのであ,じゃあ,あんまり真に受けなくてもいいんだなるほど文字通りの意味はということは とそうですねこれ法なんだろうとか思っていたんですけどそうですね、うん、まあ<ー>ノリってことですからね気持ちっていうことなんでこんな緩い用語普通はないんど<ー>、ね、あそうだったんだそうか専門用語って案外そうやって適当に決められてるのかもしれないですね <laughs> っていうか多分コンピューターセンサーと厳密に定義されてるのかもしれないですけど、うん、僕のちょっと薄い知識ですけど言語学の用語ってそれこそえー、っと ギリシャ語の文法家とか、はい、ラテン語の文法家みたいな人が作った用語そのまま引き継いでるケース結構ありますよね。大体引き継いでいますね。でそこにまあ期限があるものってのも確かに多いんですが、うんえー、その受け継がれてきた長い歴史の中でまあいろんな用語も新たに出てきたっていうのもどうもあるようで、うん、それが、うん、まあえー、っといっこう乱れてしまったものがまあ割と近代になって。 用語として定着させるみたいな流れなのかなっていうふうに、えすべてこう追っかけてはないんですけど、はいはい、まあジェンダーっていうのもあの語源的にはカインドと一緒なんですね。えっと、まあ、ジャンルとかと同じようにありますし、ね、ジャンル,<ー>ャンルカインドって言ってるようになことなんですよ。えジェンダーってもうめちゃめちゃ限られた意味っぽいですけど現代で,はで、ね、だからまあ人間を二つに分けると男と女みたいな考え方があって、そうか。 ジェンダー A、ジェンダー B みたいな言い方をしてるのが種類ぐらいに言ってたものだったんだ。それが現代では完全に意味固まりましたね、まりましたね具体的にはジェネライトとかと同じですか一緒ですね。生み出すなってことですよね。生む、性っていう、性別っていうことにも関わってきて。 ジャンルもまさにね区分でしかないですが今では文学ジャンルとか書き物のジャンルみたいな特化していっているっていうことで意味は極めて希薄なるほどなるほどあのですね堀本さんめっちゃ楽しいです僕すぐ聞いたらめちゃくちゃ疑問が全部解決するめっちゃ嬉しいです僕今ああこれいいっすよマルチバーシティマンモス大学 ええ。はあなるほど。ユニバーシティにマルチつけてマルチバーシティでマンモス大学って意味あるらしい。ただ今マルチバースって言われるとどちらかというと多重のメタバースみたいな感じかなと思ったらマンモス大学でした。ユニバースのねユニが1って意味だからそれをターンマルチに書いたってことですね。そうだね。でも面白い造語ですねそれは面白いよね。マンモス大学マンモス使わないんだね。英語だと。うん。ああ、これ1語で表せるんだ。ミューニヒ。 ミュヒミュンヘンですねミュンヘン絡みなんですけどそこから転じて屈辱的な融和政策を意味するらしいですねあやべ、世界史を愛せで引き出しがない書いたんですね僕も分かんないあそうですね1938年のミュンヘン協定にちなむって書いてありますねへちょっと何か分かんないんですけど僕ミュンヘン協定そうですねそこがちょっと僕の知識の薄さでまあそういうことがあったと屈辱的な融和政策なんですねふん これいいですね。フィグリーフで一軸の葉を指すらしいんですが、これ彫刻とか絵画で局部を隠すのに用いられることから二の意味で、あの不都合、赤色などを隠すものとか、臭いものにする蓋。これ覚えときたいですね。フィグリーいいですね。いいですね。これ使えるものにする蓋っていう語は多分日本語にあんまないと思うから、これ面白いですね。これいいよ。フィグリーフ使ってきたいですね。あとね、同じぐらいよく使えそうなやつ見つけましたよ。はい。 マトンチョップウィスカーマトンチョップってあの料理マトンチョップウィスカーズでえっと「羊肉のような形の方ひげ」ですこれよく使いえすとねのような頬ひげってなんだマトンチョップ出てくる時のこんなあれじゃないですかそうだと思いますね書いてあるのは上が細く下が広がっている形。 とのことよくあるこれですよね多分多分そうじゃないかなマトンチョップってなんかそんなんですもんね肉んね骨と肉がこうついてるやつやべうう、ね、マトンチョップがわかんね <laughs> <laughs> マトンチョップ型頬ひげちょっとこれ覚えておきましょういいですね。よく使えると思います辞書読みの一つの本会としてですね、うん、あのおもろ霊文を探すっていうのがあるんですねリーブのところに出てくるのがねトビー left his girlfriend for another woman えー、トビーは恋人を捨てて他の女性に走ったっていう例文とかがありますね <laughs> なんかネガティブだねそうですねこういうやっぱねおもろ例文探すっていうのもね一つ辞書読みの面白いですね何の状況っていう例文たまにありますからね、うん、楽しいですね,そ,うすね、うん、それもねれも面白いんですよね堀田先生が書かれた英語詞 Q&A コラム見つけたんですけど遅いっすよ登場がいややっと見つけたねあの目次なしでペラペラ読んでると全然出てこないですね意外と全体に対する比率が少ないからあんまり見つからなかったんですああ全体が何千ページページが多いからねでもねさすが堀田先生めちゃくちゃ面白いのチョイスして書いてくださっててさすがだわと思ったのミニスター大臣 はいはい、これはもう僕も読めましたよ。は確か言われたら知らねえなと思って言われたら急に気になってきたなと思って中身読んだら「ミニは小さい加藤の」を表しミニスターの「原義は上位の人に使える召使いしもべ」でした、うん、牧師の意味を持つのも神のしもべだからですそして大臣もまた一般人よりは上位に思われますが君主のしもべだったのですということですね。うん 大臣別に一般人に比べたら上だけど君主に比べたら下だから小さいってことなんですね。この手のやっぱこうパッと見降格してる感ある単語って結構英語だとありませんかミニスター以外にも例えば棋士を指すナイトとかもなんか、えー、と何ちゅうけ少年みたいな,なんかそんな感じなですねもともとは。へ<ー>ですよね。まあむしろ意味が高まったとも言えるんですかね。士の身分になったので。はい ミニスターもミニというと低いけれども今第一に。 とい日本的にねだいぶ高い出世してますよねということですよねはい基準なんで君主に置いたんやっていうのがちょっとやっぱ引っかかりますけどね一般人視点を持ってた方がいいんじゃないって思うんですけどちょっと語源学習が足足りりななないいいようですねちちょょっっととかかももしししれれこてまずやっぱ堀本さん語源弱いと思うんでまずちょっと堀田先生の10年分のブログ全部メイドしてからちょっと僕来てもらってちょっと厳しいな3年ロムレよりだいぶ厳しいですね10年分のログを全部読んとかないと。 頑張ります今読んだこの「英語詞 Q&A」A、のコラム堀田先生全部書かれてると思いますけど堀田先生書いててなんか大変だったこととか,なんか裏話みたいなこれはですねあのなかなかこうめくっても当たらなかったっていうのは数が少ないんですよ。で36ぐらいですかねこの何千ページのものでなのでそれは当たらないよっていう感じなんですけれども。<laughs> うん 最初にですね、まあこの話コラムはい、はい、初めて、えー、ジーニアス英和辞典としてこういう英語試験、うん、語源であるとか、うん、Q&A を作るということで、うん、他の辞書でもこう教育英語教育上でよく使われる辞書でもあんまりなかったので、まあ初めての試みということだったと思うんです、ね、な,るなるほど、そうなんですね。こうフルにこう語源を入れるというのは。 おそら敷居が高そうなのでこうコラムという形で柔らかく始めるという趣旨なのかなと私も理解してスモールスタートというかね。ということで,で36って最初に言われたか分からないけどこれぐらいの数で少ないですと。でえこう短いですね200字はきついなあの無数の単語があるわけじゃないですか。面白く わかりやすく200文字で収まるというこれはめちゃくちゃ選択肢が多いので耐えれないんですよ。先に振ってくださればっていうまああの編集の方と選定はしたんですよ。ね多少組み替えたりしながらなんですが。 なのでもう本当に思いつきに近いところはありますに、ね、<ー> A から Z もねある程度バラしていかなければいけないっていうレイアウトもあるし、ね、A のとこばっかり集中してたら面白いですけど、えーはい、結構いい、ね、最初で力尽きたのかなみたいな <laughs> そういうこともあったりしますしあとまあただの語源ではなくあえて A 語詞 Q&A って言ったのは。うん 語源の話だけでなく発音の話とか綴りの話とかいろいろ文法の話とかも織り交ぜたいっていうことでこの少ない中で網羅的にといいますかいろんな分野にこう引っかかるようにということなので選定が難しいですなるほどあといくらでもあの書きたいことがあるって言っても200字は限られてるんでそこで納得いく説明ができるぐらいこうストーリー展開も。 うまくいくやつを選ばなきゃいけない。<laughs> なるほどなるほど。うわ <laughs> <い>大変な作業ですね。これ。はい。だからむしろ何百書いてという方が確かに思いついたもあっても書けばいいんだなっていう感じなんですけど。<laughs> そうか。厳選されたやつを作る。はい。まあ当てるというか面白めの。 ものじゃないとっていうのは、こうだ書くのはまああの決まってしまえばもう200文字ですから、まあ簡単なんで割とすぐですよね。ささっと書くんですけど、毎日ブログ書きますからね。書くことに関しては、そこをこう短くまとめるのが一番難しいっていうところです。うん そうですね。先生の場合だと、ここも本当は説明すると面白いんだけどなっりそうありますめちゃめちゃありそうが大きいもう捨てて、やっぱり2 0最初の原稿で200文字は収まってないので。捨てながらね。捨てながらっいう感じになりますよね。じゃあ選定作業が一番大変で。選定作業なんじゃないですかね。選定作業がアドノウジアムだったってことですね。何ですか何ですか。選定作業がアドノウジアムですよ。アドノウジアムは何ですか。えっと、くどくどとうんざりするほど吐き気を催すことちょっと。 <laughs> ちょっとすごい堀田先生が嫌な人みたいな感じです、ね、先手<れ>作業、多分大変だったんだろうなっていうね、くどくどだなって思ったって感じです。森松さん、あの前半のところに出てきた、ね、単語ありましたけど、うん、あなたがそうですね、あのなんか人間のクズのやつ忘れたやつで罵倒されないでくれよ。<laughs> <laughs> ででもいいですねじゃあ今のまあ高校生とかがこのジーニアスを例えばじゃあ入学した時に買ったとしたら英語詞とかまあ多分英語学に近いんですかねその携帯とか音とか統合とかまでやるってなるとざっとこう言語の面白豆知識みたいなのをこうジーニアスをパラパラ探りながらこう知ることもできるっていうことですもんね。 お英和辞典に全体的に語源情報であるとか英語詞情報っていうのはもっともっと取り込まれるとおこう勉強してるう、ねえー、皆さんの目にも留まって、はい、でこういう面白さがあるんだよってことが伝わると思うんでうんまあスターターというね、えー、感じで、あのー、ジニアスにも大衆館にも頑張ってもらいたいですし他もあも追随する形でこういうふうにこう英語詞の話題を含めて、はい もらっってていいくくととと多分面白いことになってくると思うんですよの実は僕が使ってた電子辞書高校生の頃第5版なのか4版なのか分からないですけどジーニアスが入ってたんですね、うん、でそこでたまにやっぱ基礎語を調べると「原義って書いてあることがあって例えばよく覚えてるのはタームの原義がえ「終わりと書いてあり更、うん、に「CF」で「ターミナル」がついていてターミナルを引くとまたその「原義が書いてあって。うん 俺だから語源面白いなって思った直接のきっかけはそのギリシャ神話とかを見てこの神の名前がこの単語に使われてるんだだったんですけどその後にえっとに「ジーニアス」でいざ引くと結構載っているというかその基礎語の語源原義が載っていてこれをもとに語源学習ちょっと突き進んだ部分もあったのでだからその意味では結構もうすでに若干語源情報って載ってる辞書ではあるなと思ってたんですけど、うん。そうででですね、うん、この第6版版もでも新、はい やはりその辺は維持されていて、はい、え見出しのところに原義みたいなのはね<あ>やっぱり結構ありますよね。で関連する単語も参照とかいう形にはなって広い意味でのこう語源を利用した学習っていうのはね、えー、目指されているのかなと編集方針として。れはありますよね確かにうん、うん、本日は「だらだらとジーニアス」「絵話辞典」を読みながら。 堀田先生をゲストにお迎えして贅沢なね水野さんの疑問が全部一瞬で解けるという素晴らしい贅沢な時間でしたねこれからもねまあ辞書読む会みたいなのをやっていきたいですからまあもちろん大衆館書店様もそうですし他の辞書の出版社の皆様もねまあその何をとは言うわけでもないですけれどもその我々にご機会をいただけるとその非常にね 辞書を読むののモチベーションになったりならなかったりとかをねしたりまあしたしなかったりするようなことがありえますよね。なんかす急にすんごいマリクドいい,言い方でごめんなさい、うん、サーカムローカートリーの言い方をおっしちゃってしまいました。何ですかサーカム, <laughs> ムローカートリ。<laughs> なんだ。<laughs> 回、えー、りくどいでです <laughs> わかっってたたた <laughs> サーカムのあたりりはははいはい、はいいい、ま、るみたいなねねくどちょっと、ね、周りくどい言い方しちゃいましたけどあの辞書読む会普通にもやっていきたいですしね広告案件だということであればそちらも楽しくやらせていただけますので辞書読む会楽しいですからね、はい、いろんなパターンで今後もいろいろやっていきたいですね、はい、それでは引き続き面白かった方はチャンネル登録高評価感想のコメントいただければ幸いでございます。はい ええ、改めまして、堀田先生、今回ありがとうございました。ありがとうございました。以上、今回終わりしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は、えっと。なぜ今、えっとって言ったんですか。あのー、じゃ、ダメなんですか。ええ、全然わかんないですけど。その答えがわかるのが、この本です。面白そうですね。概要欄にリンクがあるので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。